はい、こんにちは。今日はですね、2023年2月4日ですね、大阪の万博記念公園でサイクルモード大阪がね、開かれております。で、早速ね、今日は、リボルト X でね、向かおうと思うんですけど、前回ね、シングルトラックメインで走ったんで、今日はアスファルト、舗装ね、メインで走ろうと思います。多分今日はね、往復でまあ50、60ぐらい走ると思うんですけど、舗装のね、実力を今日はね、試そうと思います。もうすでにね、10キロぐらい走ったのかな。一つ思ったのが、フロントフォークの、空気圧、僕の体重ではね、115PSI 入れましたけど、これね、ロックアウト機能がね、ないんですね。なので、やっぱりね、ダンシングとかすると、結構ね、ふにゃふにゃ、やっぱ動いちゃう部分があって、やはりね、アスファルトでは若干ロックアウトがね、欲しい気がしましたけど、ただね、ロックアウト機能をね、入れるとね、すごいね、ワイヤーがもう一本ね、増えたりとか、複雑になると重くなるんで、そこはね、よしあしあると思うんですけど、まあやっぱりね、どうしても舗装というかね、オフロードのメインのね、バイクかなっていう気はしますね。あとやっぱね、舗装メインだったらね、ギアがどうしてもね、スキップするかなという感じがしますね。やっぱね、ロードバイクのカセットの方が、クロスレシオで、もう少しね、気持ちよく舗装区間をね、走る気がしますね。それでは、万博記念公園に向かいます。そういえばね、今日の装備ですけど、ラファのね、ライトウェイトのトレイルパンツを履いてます。下はね、ビブを履いてますけど、なんか最近こういうね、アドベンチャー系というか、グラベルライドはね、軽いね、パンツをね、履く、ムーブメントがあるみたいで、それをね、今日試してみようと思います。いやー、1年ぶりに来ましたね、サイクルモード。人がすごい人がすごいです。なぜかね、サイクルモードの日は特異日というかね、晴れるというか、どっから入るんやろう。基本レイアウトはね、変わってないかな。なぜかさっきね、Eタップの調子が悪くなって、チェーンが落ちて、手がドロドロになって、Eタップのね、調整覚えましたよ、とうとう。すごい人やな。なんかこれ、キャンプ系のイベントもね、閉鎖なんですね、多分。わー、オートサロンで見たダイハツの車がね、止まってますね。基本的にレイアウトは去年と一緒かな。この辺、ダイアテックさんですね。とりあえず、どこだ、キャニオンさんに行ってみますかね。そういえばね、なんか僕の知ってる方が新しくね、キャニオンに加わるっていう情報をね、聞きましたけど、本人行けますかね。おー、やっぱ最近商社系のブランドが強いな。なんかね、聞いたことないブランドが、これあれだ、よくインスタグラムで見るブランドですよね。ロエレオって言うんですかね。まあまあかっこいいんですよね。モトクロスさん、クロスさん、カブトさん、ロッキーマウンテンがあるってことは多分これがね、アイランデッドとかね、いますね。まあまあ、どこのブースのね、人も死にそうな顔して働いてますね。あずま紹介さん、川島さんですね。声が大きい人いるかな。島野さん、あ、島野さん、島野さん、忙しいですか。忙しいですか。コメントせえ。いらんこと聞くから。だからコメントくださいよ。いや、ないよ。とか新製品ないんですか。圭介社長には本当お世話になってました。いつもありがとうございます。いろんなことをいろんなところでお話ししていただけて本当に感謝してます。いやー、殴られへんでよかったです。島野セールスの偉い人ですけど、さすがに殴られなかったですね。めっちゃ忙しそう、めっちゃやばい。あのテントね、すごいキャニオン20ぐらいに人がなんか取り巻いてますね。総平選手、ウェルカムキャニオン。あれ、え、今日帰ってきてんのこっちに。ずっといますよ、もう。え、2月ぐらいからいます。まだアンダー。まだアンダー。まだアンダー。今年アンダーなんで、みんな応援お願いします。全日本取るやろ。取ります、今年は取ります。キャニオンと一緒に取ります。はい、はい、宣言しました。はい、宣言しました。
しろちゃん。バイトです。バイト？はい。ちょっと。これが最近発表されたエアロードの、ね、新しいチームカラーですね。チェックポイント SLR118 万円ですけど超かっこいいですね。色はいいな。簡単な動画ここに入れる。僕ら質が悪い気がする。かっこいいな。乗ってみたいですねこれは。じゃあこれか噂のディフューザーか。これって外せるんですよね。外せます、外せます。 UCI では使っちゃダメなので。すごい。これ外した後はなんかグロメットというかなんか蓋があるというか、まあ、あの普通に外した。そうですね、蓋みたいなつけるんですけど、一応まあこれがまあ空気を外側に逃がしてるって感じですかね。足にやはり風とかが当たってくるんでそれを逃がすという感じです。結構なこれ本当空力いいんですよね、バイクスタイルも。そうですね、もうかなりエアロバイクとして突き詰めた車種ではあるので。すごい、あの自分も乗ったんですよ、かなり速い。かっこいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。川島さんのブースやばいっすね。203万円は、ブームマイクディスク。おお、かっこいいな。かっこいいですね。エカールですけど、このコーラ、あでもクリッチャーなんですね。クリッチャーの方が人気でしょ。そうなんですか。スピードだったらチューブラーですけど、これがなんと。いや、それはオフィシャルが言ってない。言えないですね。大相談。わかりました、わかりました。本当に勉強させてもらいます。はい、これ今日上がるんだったら勉強させてもらいます。じゃあ今日上げるんで帰って編集するんで。いやもう本当にこれは大相談。皆さん1対1で頑張って。僕ちらっと聞きましたけどマジで安いです、はい、エカールは展示品ですね。これは展示品、13足ですね。イタリアのブラベルのメッカって言われてるところがあるんですけど、そこの木材を使ったスペシャルケース。13足ですからね。じゃあちょっと売れますように祈ってますわ。まだ編集が忙しい。帰って編集するんで、はい。パナレーサーさんですけど、このねアジリスのスキンサイド、ユウちゃんも人気あるもんね、スキンサイドってね。スキンサイド、いや加瀬さんがなんかあんまりないなくて、出した当初からあの欲しい欲しいって声を。なんか昔俺らのおじさん世代はスキンサイドはダサい象徴でマジックでプロック塗っててんけど、時代が一回りして最近はスキンサイドの方がかっこいいもんね。なんかあのバイクとかもそうなんですけど、結構黒単色とかシックなデザイン多くなったから、タイヤでちょっと色入れたいみたいな人がすごい多いんですけど、なんか昔はその本当にケーシングがコットンとかで色がこういう色やったけど、今は単純に言ったら色が違うだけってこと。これはちゃんとゴムを乗ってる状態なんで耐久性とかは黒と一緒やね。まあもうおしゃれで色がこういう色選べる時代です。だからうち、モデルによって赤とか青とかもあるんですけど、それも一緒なんですよ。パフォーマンスは一緒。そうです。でサイズが、32とか。そうです、チューブレスリーは32が追加されたりとか、はい、あとはまあクリンチャーの方は30の太いやつが追加されてる。 SKU がまた増えてっていう工場は工場はちょっと怒られる。工場が大変っていう、ね、まあまあユーザーさんのためなんで、それは確かに頑張ってます。はい、というわけでパナレーサーさんでした。ありがとうございます。そういえばねベルがねフルフェイスをモデルチェンジしたんですけど、当然置いてないか。当然置いてないですね。ないか。ないっすね。お、なんだこれ。こんなバッグあるんですね。フルフェイスがね欲しいんですよね、フルフェイスが。でダイアテックさんですけど、相変わらずダイアテックさんでかいっすね、ブースが。トークンドールと例えばね、今年は呼ばれなかったですけど、
もう忙しそうですね。新一郎が設計して僕は乗って口出すので、ダイエテック増田君の、あれこれ口を出して出来上がった UA の新型らしいです。そうです。これ後ろのブリッジが斜めになってるっていう、ね、そうほら、これまだサンプルというか、そうですね、まあ、でも最終の形がこれで、あとまあ最後あの付け忘れたモデルゲージ台座だけつけて完成。あ、確かにケージがつかない。乗った感じどうなの？乗った感じ、今までの 33RPM はもうガチ、結構これの進化版がこれ、ね、これの進化版これ、うん、でこっちはもうがっつりハードテールでダウンヒル楽しめるように作って、一応トレール登れますみたいな感じなんですけど、まあ実際これこっちになってパイプ細くなって薄くなって、実際の重量もまあ 400g 近く軽くなったんですけど、重量軽くなったことよりもあのパイプ細く薄くしたことで乗り心地が柔らかくなったのが多分最大 の、 あの変わったポイント。結構じゃあ前の方はがっつり下り系で剛性がちゃんとあってみたいな。そうでそれ、まあ、下り好きなんで、あの下りのポテンシャルを落とさないまんま、あのいかにちょっとトレールに寄せていくかみたいな。こっちの方がペダリングするときに力かかるから、そうブリッジを下げてるってことだよね。そうです。要するにすごいな。発売は4月か5月ぐらいには、はい、皆さんじゃあ多分4月ですね、発売は。多分ね、僕彼と一緒に、しおった一緒のところに、ね、走りに行くんで会うと思うんでね、一緒にセッションしようと思います。お願いします、はい、ありがとうございました。聞きたかったことがあるの、拍手の続きで、はい、藤本は出てこんでよかったんちゃうかなっていう人、ちょっと拍手してもらっていいですか。すごいね。ほら出てこんで、ほらもう、あーもう怒った、なんか書く、もう嫌やって書いとく。はい、というわけでね、そろそろ帰ると思います。人がね、多くて疲れましたね。そういえばね、ジャイアントって出してましたっけ。スペシャライズともね、いなかった気しますよね。さっきちょっとね、実はチェーンがね、落ちて手がね、汚れた話はしましたけど、エンドがね、多分曲がったっぽいんですよね。で、テレ曲げ直してリアミカをね調整したんで、今は普通に使えてますけど、多分ねエンド曲がってますね。エンドをね曲げてすいませんって言おうと思ったんですけどね、ジャイアントさんに。おお、バイク盗まれてなかった。サイクルモードのねパーキングはセキュリティがねいいんで安心ですよね。はい、というわけでね、事務所に帰ってきました。今日はね45キロで獲得標高200メートルぐらいかな、まあほぼね平地でしたけど、で、今回ね空気圧はリアが2気圧フロントバイテン9気圧これはね前回と変わってません。ただねタイヤがすごく太い、50C あるんで、結構ね、2気圧とはいえ、カチカチになってますね。で、走った感じですけど、平地に関してはね、ただのタイヤの太いグラベルバイクって感じなんですけど、ちょっと上りになってね、ダンシングを入れると、フロントフォークがね、かなりこう入る感じがあって、ロスをね、してる感じがすごくありました。これね、空気圧をね、高くすれば、もちろんね、動きが若干マシになりますけど、まあ、僕はそこは割り切る方がいいと思うんですよね。例えばその日1日ね、オンロードしか走らないっていう場合は少しね、フロントフォークの空気圧を高めにするのはいいと思うんですけど、ただ基本的には、フォックスのね、推奨する空気圧で固定して走る方がいいのかなと僕は思います。やっぱりね、サスペンションがあるのはすごくアドバンテージなんで、このね、フォックスのフォークに空気圧をね、ガンガンに上げて硬くしちゃうと、結局ね、このリボルトのね、持ち味がなくなっちゃうんで、僕はまあ、推奨空気圧でいいかなと思いました。まあ、だから上りがね、どうしてもちょっと重い感じがするっていうのはもうね、受け入れるしかないですね。あとやっぱり、このタイヤですね。いくらね、トレッドが、これ割のいいトレッドパターンであるとか、高さが、ね、低かったりしても、結局ね、50あるんで、結構ね、グラベルバイクにしてはもっさりしてます。だからといって、僕が思うに、これタイヤをね、例えば、30とかね、33とかあたりの40以下のね、細いタイヤにすると、このね、リボルト X の良さをね、僕スポイルしちゃうと思うんで、タイヤは絶対僕ね、せめて、
不足でも43とか、ね、それぐらいね、すべきかなと思いますね。まあ、やはりこのバイクのコンセプトは、グラベルですけど、かなりね、トレイルとか、シングルトラックに近いところまでね、走れるような作りになってるんで、それをね、スポイルするようなフロントフォークのね、セッティングをすごく硬くするとか、あとタイヤをね、細くしてスリックにするようなことをすると、結局スポイルして、じゃあ初めから、もっと軽いね、グラベルバイクを買う方が良かったっていう風になっちゃうんで、僕はこのね、50cc のタイヤとか、フロントフォークも、規定のね、空気圧を受け入れて、走る方がね、楽しいのかなという風に思いましたね。というわけで次回は本格的に空気圧をね、もう少し下げて、シングルトラックをね、攻めてみようと思います。それでは今日の動画が良ければ、グッドボタン、登録、コメントの方もね、ぜひお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。